ではお祈りをして、えー、今日の学び始めてまいりましょう、えー、お祈りいたします愛する天皇父様、えー、今日も与えてくださるこの祝福の夜の時間を感謝します、えー、主よ今日もこの時間をあなたが共にいて恵んでくださいますように一人一人に必要な御言葉を今日も語ってくださいますようにあなたの御言葉を待ち望みます聖、えー、霊様これからの時間をどうぞあなたが導いてくださいますように イエス様の名前によって感謝してお祈りします。アメン。はい。では、いよいよ、<laughs> ヨハネの福音書、えー。すごいですね。第100回目記念すべき、100回目の学びということになりますね。はい。じゃあ、今日の聖書を読みたいと思います。えー、まず、ヨハネの中級書。 23節から24節、23節から24節、ヨハネの福音書、19二23節から24節。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たりをしぶした。また、下着をも取ったが、それはあ上から。 全部一つに折った縫い目出しのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは咲かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。アメンはい、えー、今日まず過去17番いきましょう、えー。イエス様の着物を分け合う兵士たち。イエス様の着物を分け合う兵士たち。 はい、ヨハネの19章を続けて学んでいますけれども、先週の御言葉の学びでですね、このイエス様が十字架につけられる。その十字架の上には、罪状書きというものが掲げてあったということですね。それはピラトが書いたものだと。その罪状書きについて、ナザレ人の王、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスということでしたね。 イエス様が十字架にかからなければならない理由その罪状ですねユダヤ人の王イエスなされずイエスまあその意味にはこの当時のローマ帝国に反逆する反逆者という意味も含まれていただろうと思うのです しかしまあ実際はそうではなくて、イエス様はローマに反逆するための王ではない。イエス様とはローマも含めた全ての人々を愛し、罪人である私たちの救いのために十字架にかからなければならなかった。ローマに反逆するための王としてきたのではなく、ローマを救いへと導くための王。 そしてそれはもちろんローマだけじゃなくてイスラエルだけでもなくて全ての民を救うために来られた王であったということですねユダヤ人の王イエス全人類の王イエスということですねはい今日の御言も見ればイエス様が十字架にかけられるその中で起こった出来事について書いてあるわけですけど ローマの兵士たちがイエス様の着物を取ってそれを自分たちで分け合ったということですね。でまた下着も取ったんですけどそれは全部一つに折ってある縫い目なしのものであったというふうに23節で書いているわけですね。<laughs> でこの下着の部分をです、ねえーまあ、解説書で見ると、まあ、下着というのは、まあ、私たちが着けているような下着ではなくて1、ね、つに折、えー、った縫い目出しの下着、まあ、映画とかあもしくは本とかそういうもので、ね、イエス様が着ている、えー、またユダヤ人が着ている弟子たちが着ている、まあ、そういうような着物というものがあったわけですそれが上着と下着があってですね でその下着イエス様が着ていた特に下着というのは、えー、一つに折られた縫い目なしの下着って、えー、高価なものであったって言われてですね高価なものであったしかし十字架にかけられたイエス様はあそれをも奪い取られてしまうということですね まあそのことが詩篇に書いてあってですね、まあ、その御言葉が成就するためであったというふうに今日書いているわけですけどその高価な下着まで着物までも奪い取られてしまうわけです。これがイエス様の人生でありました。 イエス様がこのように誕生されたとき、その場所は家畜小屋でありました。誕生したイエス様が寝かされた場所は会話おけでありました。イエス様が成長し、宣教の働きを始める中で、イエス様がこのように告白をしていました。私には枕するところもありません。 全人類を救う救い主として来られた神の御子キリストでありましたしかしその誕生においてもまたその生活においても決して豊かであるとは言えない裕福な生活を送っていたとは言えない全人類を救う王として来られたお方でありますけどもこの世に来られた 王イエス・キリストは枕するところもないそういう人生を生きられたということですねイエス様が唯一持っているものといえば着物でありました特にイエス様が着ていた下着は身につけていたものは高価なものでありましたしかし十字架にかかったイエス様はそれまでも奪われてしまう 十字架のイエス。もう、すべてを失った姿で十字架にかかるんです。最後は何も持つことを許されず、すべてを手放し、命まで手放し、十字架で最後を迎えるということです。この世の価値観で見るならば、 イエス様の人生、それはもう敗北者であると言えるのでしょう。この世の価値観で測るとき、イエス様がこの世に誕生したときから、最後、息を引き取るその瞬間まで、敗北者のように生きられた。そう言えるのです。 イエス様こそ救い主なんだとイエス様こそ全人類を救う王なんだと誰もそのように考えることもできないし誰もそのように受け入れることができないまさしく敗北者のように生きたのがこの世のイエス様の人生でありましたしかしこれが私たちの救い主の姿なのです この世の価値観では完全な敗北者でした。しかし、このお方こそ、私たちの王であり、私たちの主であり、私たちの救い主なるお方なんだ。どのようにそれを証明することができるんでしょう現実、イエス様の現実だけ見るは決してそのようには考えることができない。しかし、間違いなく、このお方こそ救い主である。どのようにそれを証明できるんでしょうマルコ8章 四十あ三十一節読みましょう。マルコ八章三十一節。マルコのクインショ三十一節。マルコのクインショ三十一節。 それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、祭始長、立法学者たちに捨てられ殺され3日目の後に3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた、はい、<coughs> ここを見たらこの十字架にかかる前イエス様が弟子たちに対して語られていたこと、まあ、これから自分の人生に起こることどういうことが起こるのか。 具体的に何が起こるのか、まあ、それを教えられている内容でありますね。弟子たちはイエス様が救い主であることを信じていました。で実際ペテロもそう告白していたんですね。マタイのマルコの8章29節マルコの8章29節。マルコの8章29節 マルコ8章29節するとイエスは彼らに尋ねられたではあなた方は私を誰だと言いますかペテロが答えてイエスに言ったあなたはキリストですペテロはイエス様についてあなたこそキリストだペテロがイエス様と一緒にいてイエス様の教えを聞いて イエス様のなされる働きを見て、この方こそキリスト、私たちユダヤ人が待望していたメシア救世主であるんだと。しかしそのように信じていたお方が、これから自分に何が起こるのか、とても否定的なことを語るわけですよね。多くの苦しみを受けなきゃならない、長老や祭司長や立法学者たちに捨てられて、最後は殺されると言われる。 イエス様の弟子たちにとって絶対に受け入れることのできない内容であります。なぜならば彼らはイエス様こそキリストなんだと、メシアであるんだと信じていたからです。だからこのイエス様、自分たちが信じているこの方がこれから苦しみを受けて捨てられなきゃならない、しかも殺されなきゃならないって、そんな内容を受け入れることできない。だからペテロはイエス様をいさめ、 始めたわけです。そんなこと起こるはずありませんと。あなたはキリストなんです。メシアなんです。そんなことを言ってはなりません。ということですよね。これからもあなたが力強いリーダーシップを持って私たちを救ってくださらなきゃならないのに、 なんでそんなことを言うんですかイエス様と。しかしイエス様をいめ始めたペテロに対してイエス様が言われたことは「下がれサタン」でしたね。「引き下がりなさいサタンよ」ということですね。 はい、イエス様はご自分で語っていたその通りに十字架にかかるということですそしてその十字架上でまさに今息を引き取ろうとしているということなのですしかしここで弟子たちはもう一つとても重要な言葉が語られていたことをもう彼らは聞き逃しているということですねもう一度マルコの発章31節を見ればこうあるわけですね マルコの8章31節それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭師を立法学者,学者たちに捨てられ殺され3日の後によみ,がえらけけばよ,よみがえられなければならないと弟子たちに教え始めた3日の後のよみがえり。 イエス様弟子たちにはっきりと言われていた。自分はこれから十字架で死ななきゃならないと。で、この言葉というのは弟子たちにとって衝撃的なものだったんですね。故に彼らは、この死ななきゃならない、殺されなきゃならないという言葉にもあまりにも衝撃を受けて、次に語られている言葉、聞き取ることできなかったということですね。殺されるという言葉に完全に捉えられ、その後の復活という言葉。 取ることでできなかったんすそうイエス様が誕生されてからイエス様が十字架にかかるまでの人生を見るときイエス様の生涯それはもう敗北者のようでした唯一イエス様が所持していた高価な着物までもう最後は奪われてしまうまさに裸の状態でありました この世の価値観では可哀想な人生。哀れな人生。しかし、それが結論ではなかったのです。イエス様は死んで3日目によみがえられるということですね。で、この3日目のよみがえりが、イエス様こそ救い主なんだということの証明だということです。 そうですイエス様こそ私たちの救い主ですイエス様こそ勝利者ですイエス様こそ王の王主の主でありますイエス様こそ神の栄光の現れです しかしどうでしょうか。ここに至るまで、イエス様は十字架を受け入れなければならなかった。恥を受け入れなければならなかった。痛みと苦しみも受け入れなければならなかった。すべてが奪われてしまうという、この状況を受け入れなければならなかった。復活という栄光に至るまで、 イエス様が歩いて来られた道まさしくそれは狭い道であったということですね。ピリピの2章ピリピの2章6節から11節ピリピの2章6節から11節 キリピの2章節節から11節はい読みますキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられました人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に 十字架の死にままでも従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたそれはイエスの皆によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためなのです。ア 全ての苦しみ、全ての痛み、全ての悲しみ、それら全てを受け入れてくださったお方、このイエス・キリスト、このお方こそ褒め、称えられるべきお方、神の御子、キリスト、救い主だということです。そのお方は、謙遜の限りを尽くされ、全ての状況を 受け入れてくださったお方でありそして最後は復活という栄光へと導かれたということですねそのお方を信じる私たちも謙遜の限りを尽くすことができるようにと願います イエス様を信じるものであるがゆえに、イエス様の栄光のために使えるものであるがゆえに、あえて苦しみを通り、痛みを通り、悲しみを通り、侮辱を通り、失うことを経験し、損をすることも経験し、まさに狭い道を歩かなきゃならない、そういうことが起こるかもしれない。しかしもしそうならば、喜びなさい。 喜び踊りなさい。感謝しなさい。賛美しなさい。キリストと同じ道を歩いているんだということを喜びとする。第一ペテロ、2章21節読みましょう。第一ペテロ。二章21節第一ペテロ、二章21節 第一ペテロ2章21節あなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたアーメンキリストが苦しみを受けるその道は読まれたわけですけど それは私たちもその足跡に従うようにとキリストはあらかじめも模範を示されたんだよということ。もちろん無理に私は苦しい道を歩みますではなくて無理やりそういう方向に行きますではなくて。 しかしもし信じるものであるがゆえにそ、そういう状況が与えられたということならば、それは決して悲しみの道ではなく、喜んで、喜び、踊る道。キリストを褒めたたえることができる道であるということ。 なぜなら聖書に約束されていることはそのような人に準備されている天の報いは半端ではなく大きいものだからということですね。 マルコの八章三十四節。マルコの八章三十四節。マルコの福音書八章三十四節。 それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいキリストの弟子キリストに従う者それは決してこの世の価値観によれば 華やかな素晴らしい美しい道ばかりではないかもしれないしかしキリストもその道を歩まれたその道を私たちも歩むということならばそれは私たちにとって美しい道に変わるということですね感謝の道喜びの道そして最後は栄光につながるその道だということです 手放すことになっても悲しまないでください。損することがあっても後悔したと,ならないししたと言わないでください。難しい道であっても、不平不満のを語るばかりの人生を生きないでください。キリストもキリストであるがゆえに通られた苦難の道があった。キリストを信じる私たちがもしその道を歩めるならば。 その道を我々にとって感謝の道であるということなのですはいじゃあ続きましょうかっこ18番十字架のそばに立っていた人々十字架のそばに立っていた人々ああ一つだけヨハネの中級二25節ヨハネの中級五25説 <laughs>「兵士たちはこのようなことをしたが」 イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。はい。18話。私たちが知っていることはイエス様が捕らえられた時イエス様と一緒にいた弟子たちのほとんどがその現場から逃げ去っていったということですね。 もちろんもう逃げ去っていったから逃げ去っていった人々がもうそのまま何か滅ぼされるとか裁かれるとか、まあ、そういうことではないわけですね。復活されたイエス様はその実際逃げ去ってしまった弟子たちに再び会って共に時間を過ごされたわけです。復活されたご自身を明かしされたわけです。御国の福音を 彼らららに明らかににさ明か語り続けけていたわけですしかし、まあ、今日の御言葉が明確にしていることは逃げ去った人々がいると同時に十字架のそばに立っていた人々もいたということです逃げ去った人々がいたと同時に十字架のそばに 立っていた人々イエス様が十字架にかかっているのを直接目にした人々がいたということです今日最後簡潔にメッセージ受け取りましょう私たちの願いそれはどんな時でも十字架のそばに立つ人でありますように。 どういう状況の中にあっても。十字架の側に。立つことができるように。終わりの時代になればなるほど、何がはびこると聖書が教えているんでしょう。マタイ二十四章十四節、マタイ二十四章十四節。マタイの福音書二十四章十四節。 あ24章中2節またい24章中2節訃報がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。アメン不法がはびこります訃報とは何でしょう 神の御言葉に反する行い神の秩序に反する行い、無秩序、心の赴くまま、それによって人々の愛は冷めてしまいます。愛が分からなくなります。愛が見えなくなります。訃報がはびこることによって、 愛の根源である神様が見えなくなります神様以外のものを見るようになります神様以外のものを注目して神様以外のものに耳を傾けて具体的にわかりやすい私たちが この世にある良いものばかりを追い求めて生きるようになってしまうということ神様の御心を無視してこの世界は惑わされるということです人々はますます霊的な部分において盲目にされてしまうということです神様の存在が見えなくなる イエス様こそ救い主であることがわか,からなくなってしまうクリスチャンというタイトルがついてでも不法に惑わされてしまう多くの人が神様の側にそばに立つことができなくなってしまう時代 そんな中にあっても、l p ーー私たちは最後の最後まで、イエス様のそばに立つことができるように願うんです。どういう状況に置かれたとしても、十字架のそばを離れないで、イエス様を見つめる。イエス様を見上げる。 その場に立ち続けていたいのです私たちに命を与えるのはキリストの十字架であります私たちの人生を救うのは イエス様以外にこの世にはないのです。この方、この皆のほかに私たちが救われるべき名は天下で誰にも与えられていないのです。いつもイエス様の側に立ち、イエス様の救いを高らかに宣言し、これからも生きることができますように。 十字架がいつも我らの信仰の中心にありますように十字架がいつも我らの教会の中心にありますように謙遜にこの地上に来てくれたイエス様のように私たちもこれからも謙遜に十字架の前に立ち祈り続け また礼拝を続け神様の御心に立ちたいと願っているのですお祈りしましょう愛する天のお父様今日も与えてくださいますこの祝福の御言葉に心から感謝いたします十字架のそばに立つ人々我らがそのようなものとしてこれからも生きていくことができるように導いてくださいますようお願いを申し上げます この世の価値観ではなく、本当に神の国の価値観をしたい求め、本当にイエス様が歩まれたその道、それに従って、我らも生きてゆくことができるように、謙遜の限りを尽くしたイエス様、我らもあなたの御心の前で謙遜であるように祝福してください。ハレルヤ、感謝します。すべての愛子を主に捧げて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン はい感謝しますはい、では今日はですねこれで終わりますけど、えー、来週は1週間お休みにしてですね、えー、2月6日は、えー、私たちの教会の新しい天童師さんデービット天童師先生が学びを導いてくださいます期待して楽しみにしてくださいはい今日はこれで終わりますハレルヤ感謝します